何だよ。選手の皆さんに連絡をします。個人戦の、準決勝以降は、本部審判員の方で家族を止めて誘導します。男女個人戦の準決勝以降は、本部審判員の方で、各コートまで誘導しますので、選手の皆さんは、本部通した、受付のところへ集合してください。男子女子、個人準決勝以降は、指定された時間に、本部した受付前に、選手の皆さんは集合してください。
男子級コートの審判に香川県がなっています。男子級審判の方に入ってください。連絡します。17コート、女子団体戦の審判に岩手県がなっております。岩手県の選手の方、17コートの審判に入ってください。連絡します。第11コート、34番秋田県、35番高知県の対戦となってます。選手の方はコートの方へ入ってください。また審判が岡山県 A になってます。岡山県 A になってますので、選手の方は、審判の方に行ってください。連絡します。女子団体戦の16コート鹿児島県、審判になってます。コートの方へ行ってください。連絡します。女子団体戦長崎県、15コートで試合となってます。女子団体戦の、長崎県、15コートで試合となってます。コートの方へ行ってください。女子団体戦の15コート、石川県が審判になってます。石川県の選手の方も、15コート審判に行ってください。Yeah.
連絡します。第9コートの審判に、香川県男子マークラブ9コート香川県が審判になってます。香川県の選手の人は、審判に9コート入ってください。連絡します。女子の18コート、団体戦、沖縄県と京都の対戦となってます。沖縄県の選手の方は18コートへ入ってください。ですが前の試合の第1対戦が終わるまでに次の試合の、横断表を出すようにお願いします。ただし、本日13コートから16コートにつきましては、1ブロックの、試合進行となっています。13コートから16コートにつきましては、1試合目が終わったら、次の試合の対戦のオーダー表を速やかに提出していただきたいというふうに思っていますので、よろしくお願いします。13コートから16コートの1ブロックの対戦のみとなっている進行につきましては、その試合が終わってから次の試合のオーダー表を提出していただくようにお願いします。それ以外のコートにつきましては、先ほど言いました通り前の試合の第1対戦が終わり次第、終わるまでに、次の試合のオーダー表を提出していただくようによろしくお願いします。本日よりお知らせします。駐車場で駐車スペースがない車、ところに止めている車店に車の手配ができない、よろしくお願いします。それでは、ナンバーは京都の301、ナンバーは9番です。第至急車の方に乗ってください。よろしくお願いします。もう一度言います。車の移動お願いします。トヨタの車です。ナンバーは京都の301、ナンバーは9になります。第至急移動お願いします。本部から連絡します。本日の進行表についてですけど、プログラムに記載の進行表ではなく、岡山県ソフトテニス連盟もしくは、日本ソフトテニス連盟に、ホームページに記載の進行表で進行しております。再度各、県の方で確認していただいて、進行に協力していただきたいと思います。よろしくお願いします。
男子団体戦11クォーターで高知県の選手試合になってます。高知県の選手の方は全地方へご出場ください。Thank you.